吹雪純エンド川添鐘楼、若い頃がクレイジーすぎる、破局の真相とその後も悲惨。かつてアイドルとして活躍した吹雪純さん、10年以上にわたって音楽プロデューサーである川添鐘楼さんと結婚していましたが、この川添さんがなかなかにファンキーな人物なのです。今回は吹雪純さんと川添鐘楼さんの結婚、離婚について紹介します。若い頃の2人、両親の離婚、母の育児放棄など壮絶な過去を持つ吹雪純さん。中学卒業後、京都で自活し、18歳の時には上京、ホステスとして働いていた時期に芸能界へスカウトされました。1973年に初代ユニチカマスコットガールに選ばれ、1974年に愛が始まる時で歌手デビューすると人気爆発。しかし事務所移籍問題に端を発する吹雪誘拐事件、失踪事件などが発生。吹雪さん自身も年齢詐称や骨折の経歴を隠していたことなどのスキャンダルが発覚し、清純な歌手としての人気はたちまち消えてしまいました。そこから吹雪さんは大人のシーンのある映画などにも出演、今度は女優として高い評価を集めるように。17歳以来常に恋人がいたなど、自分の過去もぶっちゃけるようになり、そういったキャラクター性も人気の理由の一つだったようです。川添鐘楼さんは1959年18歳で舞台芸術研究のために渡米し、さまざまな作品に参加。1970年には音楽レーベルマッシュルームを内田裕也さんらと共に立ち上げ、1977年には村井邦彦さんと共にアルファレコードを立ち上げました。松任谷由実さん、YMO といった社会現象級のビッグアーティストを複数世に送り、数多くのヒット曲を生み出しましたが、一方で1970年に自身が来日公演のプロデューサーを務めたミュージカル「ヘア」の打ち上げで出演者と共に大麻パーティーを開いて逮捕され、「ヘア」の上演が打ち切りになったり、その逮捕の執行猶予期間に大麻取締法違反でまた逮捕され、実刑判決を受けたりといったトラブルも起こしていました。付き合うまでの馴れ初め。二人が結婚したのは1981年のこと。吹雪さんが29歳、川添さんが40歳の時でした。川添さんはこの時すでに2度の結婚、離婚歴があり、先日の通り逮捕歴もありました。そんな川添さんのことを吹雪さんは当初一番嫌いなタイプと思っていたそうです。しかし川添さんは超一流の音楽プロデューサーでもあり、吹雪さんも彼の音楽や美術への憎悪の深さに惚れてしまったのだとか。後に川添さんは別の女性から口説きのプロと評されており、そういった一面も影響していたのかもしれません。2人は2年の同棲を経て結婚へと至りましたよ。破局の真相とその後。結婚後、2人は一男一女の子宝に恵まれます。しかし川添さんは結婚後も女遊びをやめず、奔放な生活具合に吹雪さんはひどく振り回されたそうです。二人の結婚が1981年なのに、1982年には大麻取締法、覚醒剤取締法に違反して逮捕されるといった出来事も。それでも吹雪さんは川添さんをなかなか見限りませんでした。後に子供が生まれたこともあり、吹雪さんは何があっても添い遂げるのが夫婦だと思っていた。我が子に自分と同じ思いはさせたくないと我慢することを選び、そのおかげで2人の夫婦生活は10年以上にわたって何とか続いていたのです。しかし川添さんは結婚10年目で若い愛人を作ってしまいました。アッコと呼ばれたその女性は、川添さんにナンパされてから次第に朝昼夜と彼からへばりつかれるようになったのだとか。口説きのプロたる川添さんの構成は、高価なブランドプレゼントや豪華な旅行などにも及び、次第にアッコさんは川添さんとの交際を受け入れるようになったのでした。川添さんが自宅を出てアッコさんとホテルオープラで暮らしてから1年、吹雪さんはいよいよ我慢の限界を迎えたのか、川添さんのネクタイを家から放り出したり、アッコさんの写真を100枚ほどベッドに敷き詰めるといった行動を取るように。しまいにはアッコさんを強引に喫茶店に連れて行き直接対決。アッコさんもしたたかな方で、あなたのせいで家庭はもう崩壊しているという吹雪さんに火に油を注ぐような言葉を返す始末。アッコさんに川添さんとの子ができたことなどもあり、結局吹雪さんは離婚を決意しました。
以降吹雪さんは再婚はしていませんが、近年も女優として活躍、芸能界で確固たる地位を築いています。一方、川添さんはアッコさんと結婚したものの、自身の浮気からものの2年で別居。その後すぐに離婚とはならなかったものの、結局2007年に離婚となったそうです。また、吹雪さんとの離婚前に多数の逮捕歴を抱えた川添さんですが、吹雪さんとの離婚後も1997年に自社の元社員をお金のもつれからか監禁して暴行、逮捕され、その執行猶予中だった1999年に覚醒剤取締法違反で逮捕され懲役。2013年には覚醒剤取締法、大麻取締法に違反して逮捕されており、懲役となるなど再三にわたって逮捕されています。まとめ。今回は吹雪純さんと川添翔郎さんの結婚、離婚にまつわるエピソードについて紹介しました。結婚前から離婚後に至るまで、かなりクレイジーな経歴を持つ川添翔郎さん。一度は生涯を添い遂げると覚悟を固めていた吹雪純さんですが、離婚できたことは良かったのかもしれませんね。